風力タービン、風力発電機、風力原動機あるいは、風力タービンとは、風の運動エネルギーを、他の形態の機械エネルギーへ変換する機械や、装置のことである。風の運動エネルギーを、回転運動の機械エネルギーに変換するものが、圧倒的に多いが、振動などを利用するものも研究されてはいる。歴史的に見ると、風車での粉引きのように、 機械エネルギーの形のままの利用が多かった。現代では装置内に発電機を備え運動エネルギーを電力の形に変換する風力発電を行う装置の割合が増えている。これは一般的には風力発電機や風力発電装置と呼ばれている。風車風車は伝統的な風力原動機を言うことが多い。ヨーロッパ特に オランダとスペインのラマンチャでは中世の頃から使用されている。電動機や内燃機関の発達でほとんど廃れてしまったが製粉、用水などに使用されていた。また、風車の回転数をもとに風速を測る風速計としても使われている。オランダ式風車は本来の使命を終えた後も各地で観光用として使われている。日本でも 各地で観光用のものが存在する。一方、開発途上地域への展開も行われている。開発途上地域に、用水や灌溉などの目的で、古典的な風車を現代風にアレンジしたものが、技術協力として行われている。開発途上地域では、最新への機器を持っていっても保守ができず、使われなくなってしまうことがある。そこで、 そのような地域でも保守が可能なように適正な技術を利用しての用水ポンプの動力源として風車が使われるこのような風車の中には自動車の中古部品などを利用したものもあり現地でのメンテナンス性を考慮している近年では効率を高めるために堺地に超電導磁石を使う機種も開発段階にある風力発電機風力発電機は 風力発電を高効率に行うことを目指して製作されたもので風力タービンとも呼ばれている。オイルショックの後特に開発競争が加速した。特徴として以下のものがある。風車風力タービンの種類には以下のようなものがある。ダリウス型機械稼働中に騒音が発生したりバードストライクが起きる難点を抱えており対策が続けられている。詳しくは 風力発電課題を参照。ありがとうございます。